はい、どうも、マーク大好きともがお送りするまったりマインクラフト撮影日、感じた。撮影日は7月19日22時24分。3本立て続けに撮っておりますが、これはいつは頑張れば今日明日22日までアップできるか。際どいところですが、アップできているといいですね。そして屋上から見た結果、こう電波してるのを発見しました。OK。これで完成ね。ちゃんと上から見たんだよ、屋上から前回。マーク大好きともがお送りいたしました。バネって言ったわけね。見てたんだ。いやー、アップできてるかな。アップはできてるけどね。また明日以降がわかんないね。明日以降ってのは、22日以降ね。1週間分ぶっ続けて仮に撮れたとしよう。動画数もストック的には撮れたとしてもね、アップできてる日数は全然足りてないと思う。一応ストックは取っちゃうよ、全部。コメント分はね、全部取っちゃおうと思ってます。ストックとしてね。ただそれをアップできないんだよね。取られちゃうか。すごいでしょう、このストレス。このすごい量のストレス、すごいでしょう。びっくりでしょう。これが一番びっくりしてる。マジか。もうそれを考えたら、もう明日からの毎日何を楽しめばいいんだろうっていう。いや、明後日か。俺自身ね、スマホでゲームしたい。コメントいきます。羊小屋豊作、羊小屋のお立ち台、前回移動しましたが、あのジャック、埋めて目印にしてはいかがですか。ブラックを置くたびに餌である草が消滅するので、目印をあたりに設けた場所は、近くのジャックさんを土にする餌面積を増やすため、餌やり用の下にジャックさん、目印にしてみてもいいか。あれそういうことだった。ジャックさん。餌やり用のジャックさん、目印。どっか置けないのか。あの辺の木とかに。から飛び移る範囲内で飛べなかった。ちょっと出ないで、ちょっとあるんだ。この中でもう一個ダークオークフェンス置いた方がいいな。ダークオークフェンスを20近くにした方がいいな。こうやっていって、ジャックさんにセット乗ればいいんだよ。角でいいんだ。角あたりにさ、ジャックさんを宙に2段でもいいし、置いとけば、その上からいけるの。よし、そうしよう。そうすれば、地面に埋めて、それを目印にしてはいかがですか。あ、そっか、中央が暗いんだ。近くのジャックさんを土に変えたけど、移動しただけになっちゃった。なんか別のいい方法があればいいんだ。中央が暗いからどうしてもジャックさんをとかも、ああいう風にするのが一番いいんだよな。あれだと上に乗れないからね。でもここならね、今後ジャックさんの上にこうやって土を置く分には、取ってもこの草が消えることはないから、ね、いいんじゃないかな。前は常に脱走を試みようとしているけど、開けられないんだ。そこで開けられないんだ。君違う。おい、やめてくれ。それがそうなの。塀の外側確定作業、最寄りレンガ1個、石レンガ階段1個、逆さ置きテストの設置の件。右側鳥居小屋方向が正解なので前回壊しました。反対側ね、このパターンを全面全部左右両方に取り付けます。必要アイテム最寄りレンガ31個、やっぱ必要だった、大量に必要だった。やっぱ最寄りレンガ31個、階段が31個かな、多分。まあ数がわからないということなんで。石レンガの階段。最寄りレンガ。と、石レンガハーフ。と、石レンガ。と、石。これを持って常時作りながらやっていこう。またもやカブトムシが2匹ほどダイナミックエントリーしてきました。エントリーはしてない。アイテム数最寄りレンガ31個。とりあえず最寄り石レンガ1個、石レンガ1個、逆さ置きテストの件は正解はこっちだから、これを両方に延長していけばいい形だから、12345678810、11、12、13、14、15、16×2、31個。合ってた。31個で合ってるよ。25個で何個できるの ?12 個。そういう計算苦手だからやめて。あ、くそ。あ、うん。足んないな。はい。はい。はい。39。うん。耐えたか。お。ぴったりじゃない。くだらないね。ここからだね。それ。はい。2、3回に1回は落ちるな、これ。2、3回に1回のところでね。なんでこんな余ったんだ。ああ、そっか、31個はトータルで31個なんだ。バカたれ。31個作ろうとしちゃった。まずは本当バカだね。ちなみにね、俺が最近部屋を奪われ、今でどんな生活を送っているかというと、早く起きても何もすることはないけどね。逆を言うと夜にもね、寝る前に美味しくて、まず夜中の段階でもうやることがあるんで、テレビも、まあ、あんま見るもんないし、あった。やることがなくなるんでね、9時ぐらい寝るんだよ。9時、10時。寝れないんだけど、何もすごくないし、いや、つって、寝るんだけど。寝るのもいいんだけどね。卵ゲット。朝8時ぐらいに目が覚めちゃった。ただそれはそれでね、やることないんで。8時って。大概ね、まあ土日だからってのもあるかもしれないけど、朝ってさ、昼ぐらいまでニュース番組なんてやってんだ。すげえつまんないな。はい、びっくりした今。ニュースで見る気しない。仮に8時に起きてニュースを見るとしよう。その次の番組は見ないでしょう。次のニュース同じのやってたんだってより分かりやすく説明しているか、より簡潔に説明してるかのどっちかなんで、まあ、見えないのだから、うん、さあこれ終わりましたので、あれ、あ、ごめんなさい、あと質問に意見来ている、ごめんなさいね。はい、これが終わったので、アヒルの消臭穴の一時的に牛小屋方面へ移動、あとそこでさ後でそこを工事するので、なので階段側にアヒルたちが来ないようにフェンスで封鎖お願いします。5ブロックぐらいの話では今日大丈夫かな。というわけなので、今ここを開けました。ごめんなさい。そしてネザーでね、全滅じゃん。お前らは全滅じゃん。ネザーで、小麦を入れようと種をやったんですけど、上がんないかとか言ってたけど、あれね、あれ、耕してなかったね。畑を耕さずに種を植えようとしてしまってね、うっかりしてた。1、2、3、4、5ブロックぐらい話しておけば OK だけども、4分に2てこんぐらい話しておいて、この辺を穴開けようと思ったけど、この辺はうまくやったから長くない。あ、この辺も作られた大地か。いってね、はい、でも大丈夫。そんな時はここに穴を開ける。落ちちゃう、こっち落ちちゃう。ここに2マスぐらいこうやってポンポンポン、ここに集まってくれることを願う。1マスの方がいいんだ。うん、それは階段だ、残念だったね。水平と下の方がいいから、この辺ちょっと出っ張らせようか。あれ、ちょっと待って。記憶をただ、ここだ。違った、隣だごめんなさい、息が入っちゃったね。いやー、惜しかったね、今。俺の記憶力はそのまま乗れないね。惜しかったね。よかったね。いやー、惜しかった、今のね、だいぶね、みんなもそこかーって。何、あ、そういうことかって思ったでしょ。そういうことだったの。それここを作業場にするみたいなんで、ここ行っちゃうの、立っちゃうね、ここ立っちゃうね、ここね、フェンス、フェンスしたここね、ここフェンスじゃなくていいね。正直鳥小屋いらないんじゃないかな、ここは。うん、邪魔だな、これ。それは、ここ鳥小屋があること自体が邪魔なんじゃないかな。だってここちょいちょいで壊さなくちゃだもん。外観を壊すなんて俺にはできない。いらないな。鳥小屋自体なくそうか。でも、とりあえず、こういう感じにしとこうか。とりあえずね、このお使いハウスがちゃんと完成するまでの間は鳥をここに貼る。外側がね、完成するまでこうやってここに鳥を飼っておくわ。うん、ちょっと殺しすぎちゃったね。ちょっと殺しすぎ、21匹いたんだね。殺しすぎちゃったね、ちょっとね。ごめんね。OK。鳥小屋移動完了。あとでちゃんとした鳥小屋を作ってあげよう。藁で。本当になんか、鳥の巣みたいなのを作りたいね。木の上に作りたいね、鳥の巣。藁で作って鳥の巣。いいね。なんならあんなもんみたいなのをジャングルの木であっちの方に作ろうか。ジャングルの木の上に、なんか、安定感のある、すごい安定感のある巨大な鳥がいるんじゃねえか。鳥の巣があんじゃ。なんだあれは。体長10メートルぐらいの、いや体長5メートルぐらいの、10メートル言い過ぎた。体長10メートルぐらいの鳥があそこ住んでんじゃねえのかぐらいの勢いの巣を藁で作ろうか。はい、そんなことはさておいて。5ブロックぐらい離しておけば大丈夫かな。次も内側、玄関側、はい、玄関側に移動しますよ。見てください。ちょっと作業場にね、移動してから読まないとね。お兄さんわかんなくなっちゃうから。そういうの。うん、外から閉めたら入れないんだ、それ。片方閉めとこう。なんとなく。トラップ、あ、レバーいらないじゃん。あ、でもレバー、俺が置いたんだよな、これ。レバー。多分。これレバー俺が置いた。あー、閉めないで。こうして、こうして、こうして、玄関と同じようにしよう。こうしよう。うん。はい。なんで1個しか作ってこなかったの？嫌がらせか。嫌がらせか、それ。はい。入れさせて。で、こうして、ここにトントン置いて、ここに扉、鉄の扉を置いて。外からつけたいんだ。あこうやってこうやったら外から出入りできないな、これ。どうしよう。オートロックは確かにできる。あ、どうしよう。どうしよう。どうしよう。ちゃんと閉めたいんだよ、でも俺は。ドア開けっぱってなんか嫌じゃん。クラウェルカムって感じ。なんか考えると。うん、参ったな。参ったな。後で。そしたら、玄関内側、門の内側、そこから全部で松明16個置きます。この字型で囲う感じになります。これは今後ガイドになります。置く場所は鉄道は横の模様入り石レンガの隣から3個目の地面に松明を置く。そこから玄関を置いて。ちょっと待ってね。ここから、1、2、3。3だよね。置く場所は鉄道の模様を入れる石のレンガから3個目の地面に松明を置く。そこから玄関側に松明を3個並べておく。トントントン。で、これを取っておこう。で、反対側も同じ。これで8個置いた。これで8個置いた。こっちがパランテロン神殿になるのかな。反対側も同じように4個並べておく。玄関側に置いて松明をつなげる感じで間に松明を8個置く。玄関側に置いて松明。玄関側に置いて松明。これかな。いや、まさか。いや、まさかそんな。あ、あれかな。いや、違うな。あれ玄関側に置いて松明。つなげる感じで4個。トン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 っていう感じ。なんか違う。このうちが4個はわからないな。玄関側に置いて松明。これガラス張りにしたけど。ガラス張りにしようかどうしようか迷ってるんだけど。ガラスいらないような気がしてきた。邪魔なんだよ、そこちょいちょい。1、2、3、4。玄関側に、あれか？いや、こっちが置いてないし。あれか？つなげるような感じでは4個つなげる感じで松明を8個は448の8でえここ松を16個置きます。この字型で囲う形になります。今後ガイド、置く場所は鉄道の模様入り試練画から隣から3個目。試練画の模様入り試練画の隣から。模様入り試練画の隣から。ここだ。間違えた。そしてここに1、2、3、4、5、6。玄関側、そこから玄関側に端末を3個並べておく。反対側も同じに4個並べておく。玄関側に置いた松明と松明をつなげる感じで間に松明8個置く。6個。1、2、3、4、5、6。おやすみなさい。おはようございます。ああ。つなげる感じで6個だから、こことここに置けばいいんだ。OK。本来ならこのハーフにも上にも乗ってるイメージでね。乗ってるイメージでいこう。ちょっと待って。お風呂場完成してないんじゃなかったっけ。ほら、この4個はお風呂場を完成させるための4個だよ。よし、来た。お風呂場完成。お水を入れたいと思います。いや、布団にあそこのハーフ、あれネザースでしょ。ネザース、あ、風呂場っていうね。あれ連想ゲームを先からしてしまって。なぜ水流生まれた。お前のせいだ、これ。今どっから取った。じゃあ、こっから取る。あ、負けないね。水流はちょっといけないね。この水流の魔術中心にかかれば。中央からちゃんと備えた水流が生まれちゃう。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。ここもつなぎ。取っていいのかな、どうしようかな。これ別に使うところありそうだしな。使うところ、風呂場でさせしょっていう、そういう。あれ。平らにすれば多分。ここから取ればいいのか。いや、さっきそこから取ったんだ。あれ、じゃあここから水取っちゃいけないんだ。なんで水流生まれるんだ。カード。あ、奥の方から取る。ダメか。水流取っちゃいけないんだ。ここから違う。水流取っちゃいけないんだ。そこから水取っちゃいけないんだ。水流が生まれちゃうんだ。なんでだ。もう一個バケツ欲しいな。持ってくればよかったな。そこまで行ったら持ってくればよかったな。ここに、流さないで。はい。あと2個水が必要。なんだい。あ、これか。なんか頭たんなと思った。もう一個横だな。よいしょ。いいね。その位置欲しかった。あれ、今乗れたぞ。ここなんか乗れるぞ。あれ、乗れないじゃない。温泉じゃない、お風呂場もね、いい加減完成するとかないと。あれ、そこ水流までないんだ。ああ、深すぎてダメ。なるほど。見極めろ、水流を見極めるんだ。水流を見極めるんだ。見極めたいところだけど、どこに水をまけばいいんだ。下手したら吸収されるぞ、これ。バカ野郎。OK。いいね。あそこ置ける自信がないんだ、俺。OK。なーに？よし。いいぞ。よし、できた。表面張力。表面張力。こんなんでいいんだっけ？もう一段下げるんじゃなかったっけ、これ。なんか間違ってる気がする。これ奥から下げた方がいいのかな？あれ？なんかまた間違えた。温泉。お風呂完成。換気扇、これ。お風呂場完成。完成。お風呂場完成。換気扇はね、窓の方がいいんじゃねえか、これ。なんか、石レンガじゃなくて窓の方がいいんじゃねえか。換気扇っぽくないな。よし。はい。はい、完成ね。よしよし。よしよしよし。よしよしよし。これも完成したし、次行くぞ、カタン。次に置く松明は街灯になります。端っこのレンガブロックの横に松明1個、計2個、置く場所は後ろ方向を見て、右側はライラック、左側は赤いチューリップがある場所。はい。後ろを向く。右側はライラック、ライラック、ライラック。まあ、ライラック。前からライラック。ちょっと、ちゃってじゃない。レンゲそうだ、お前。ちょっと待って。右側ライラック。ライラックって君だよね。うん。レンガ、石、レンガ、石じゃない。花壇。端っこのレンガブロックの横に松明。計2個置く場所は後ろを見て、右側のライラック、左側は赤いチューリップくらいところ。左側は赤いチューリップ。多分これでしょ。レンガの隣。これがガイドに。これがガイドになるからね。まあ、これがここだとしたら、ライラックないけど、ここでしょ。多分ね。いや、ライラック。レンガの隣だけど。ライラックここにあるけど、こっちじゃないよな。レンガの隣だもんな。で、左側と、暇やるしな。あ、位置変えちゃったんだっけ、これ。あら、位置変えちゃったんだよな。確かこれは位置変えちゃったんだよな。邪魔だとか言って撮ってたもんな。ライラック前がバー置いてあったから多分ここでやってると思う。よし。ギリがいいけど。もう一個やっちゃおうか。10までやっちゃおうか。うん。お庭、ともさんのお部屋前、お風呂前のプチ花壇を変更。ハブロック、バラの低木を全部外して、バラの低木3個の場所に白樺の木、葉、ブロック5個、草の前にバラの低木3個植える。バラの低木の前にレンガハーフ7個置く。これをともさんのお部屋前&お風呂前に両方設置。取る。一応ハブロックを取ろう。そのハブロックは何ハブロックだろうか。多くの旗だな、多分。ハサミ。ハサミがないだと。下げてるのか。どこやった。レンガハーフ。まあいいや。原の低木が植わっていたところに白株のハブロックを5個置く。その前にバラの低木3個植える。だからバラの低木の置く場所は前と変わらないはず。バラの低木の場所はここで、レンガハーフを周りに7個置く。じゃないんだ。1、2、3、4、5、6、7個。こういう感じだね。ひまわり取るとなんか2個取ったような音が出るからちょっとびっくりするんだ。で、その後ろを白樺の葉。白樺の葉ブロック。危ない危ない危ない、だいぶ危なかった。今高さ危なかったよ。落ち着こう夜じゃなくてよかった。白樺の葉ブロック、これ奥だからね。これが白樺だね。よし OK。5個だからね、10個あればいいからね。ロビン取ってもね、あの木が寂しくなっちゃうから、ツルツルになっちゃうから、かわいそうだから。よし、これで10番が完成するわけだ。1、2、3、4、5。あ、いいね。多くはなんか緑って感じだけど、この薄い黄緑か。レーザーにあったあの多くの色みたい、多くなったみたいな。抹茶か。あ、いい。あ、いい感じ。できればここに置きたいぐらいだね、これを。この松明を。ハーフの上に松明を置けるようになってくんないかな。大型アップデートがそろそろ入りますみたいなことも書いてあった気がするな。アスク米の方に。またそのバグでアップデートの時にバグ発生して入れなくなったら、俺はまたこのジャックを失うことになるのか。だとしたらおいで。一応今回はね、ここまでにして編集しないとだから。見てお前ジャック見て。そうもう一歩前出ようか。まあいいや。今はいい。そう、もうちょっとこっち来る。ジャック、リードを使おう。あれ、リード使えるんだっけ？よし。ジャック。違うんだ。ここに来てくれ。ここ。いい子だ。もう一歩前に出よう。アサリ。オッケー。で、こっち見て。ジャック、こっち見てくれ。一旦お座りを外して、はい、お座り、いいね。これでね、バグが入って、このワードを俺のワードじゃなくなったと判断されて、あのジャックが俺の犬じゃなくなったとしても、まあ、1に座らせたんじゃないかな。前はあっちの家の中だったからね。おやすみなさい。おやすみなさい。なんでそういう風になったか知らないんだけどね、アップデートが入ってね、アップデートがありますっつってアップデートしたんだけど、You are アカウントなんちゃらなんちゃらみたいになってて、入れなくなって、何回かやってたら入れるようになってね。そしたら、犬たちが俺の言うことを聞かなくなったんだ。残念ながらね。畑もやって、今10個あったんで、あと2つ項目があるんですが、ただいま時刻は11時なので、編集をしてエンコードを始めておきたいと。今日は明日中に3本動画をアップしておこうと思うんでね。ちょうど時間がきついんだ。できるかな。できないかもしれないけど、20、21、22日分まではアップしておきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。できてなかったら Twitter で言います。言ってたかもしれないから、これのことです。以上、大好き。すいません。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメント、ある方、下のコメント欄もしくは ask.fm の方までよろしくお願いいたします。以上、かでしきともがお送りいたしました。あばね。